はい、こんにちは。今日から習慣化のお話をしていきます。今回ですね、このメンタリスト DAIGO さんの超習慣術という本を題材に、これをですね、かなり細かくワンステップワンステップ噛み砕いていきながら皆さんにご紹介をしていくシリーズものとしてやっていこうというふうに思います。毎回この本を今回これやりますっていうのをやると目ざとくなっていっちゃいますんで、概要欄の方には超習慣術から引用してますっていうことを書くのを忘れない限りね、やっていこうと思いますんで、しばらくはメンタリスト DAIGO さんの書籍を題材に、習慣化に関するお話をしていこうというふうに思います。で、なんで今回習慣化の話を連続してやろうかっていうことから言及していきたいと思うんですけれども、なんでだと思いますっていうのを知るかって話なんですけどね、皆さんからしたら なぜかっていうと、僕普段最近もクライアントとかにコーチングをやってて、結局物事を続けていくこととか何かを目指すことにおいて大切なことって3つあるなっていうことに気づいたんですよ。大きく3つ大事なことがあって、1つは言語化、言葉で言えるかどうか、そして2つ目可視化、見えるかどうかなんですね。要は目に見える形に、例えば紙に書くとかホワイトボードに書き出すとかね、パワーポイントに図として出すとか、そういうようなことができるかどうか、そして3つ目に今回の習慣化、続けることができるかどうかっていうことなんですよ。これができなかったら何を目指しているのか、何になりたいのかで、何を続けたらいいのかっていう、何をやったらいいのかっていうのが全然見えないまま、漠然と5キロ痩せたいとかお金持ちになりたいとかっていうことを掲げたって、結局達成できないまま、むしろリバウンドしたりお金が出ていくばっかりでたまらないっていうようなことがなってしまうということなんですよね。ですから今回はその言語化可視化っていうのはもう本当に本格的にマンツーマンなのかセミナー形式なのかワークに取り組んでもらわないとなかなか喋れたり書けたりっていうのは難しいというお話なので、ところが習慣化に関しては今回紹介していく書籍からも抜粋して、この YouTube を通して皆さんにお伝えすることで、おそらく身につけることはたやすいだろうと、言語化や、可視化に比べるとね、っていうことが分かったので、そのうちの習慣化っていうのをこの動画を通して皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っています。とは言いながらも、習慣化するのってそれも難しいんじゃないって思われた方、その気持ちはすっごくわかります。で、三日坊主なんて言葉があるくらいやっぱり習慣化するのってすごく難しいと思うんですよね。ところが今日紹介する3つの習慣に関する誤解さえ解くことができれば、習慣化するためのハードルっていうのはぐっと下がりますよっていうところなので、今日はそれをご紹介していきます。で、まず1つ目が習慣作りは辛い、2つ目、自分の行動は自分の意思でコントロールしている、3つ目、習慣を作るには強い意志が必要だっていうことなんですけれども、まず1つ目の習慣作りは辛いっていうお話なんですけど、実は習慣を作ってしまった方が人間行動するのって楽なんですよね。脳っていうのはいろんなことを決めるっていうことに疲れてしまうんですよ。やろうと思っていることをやらなかったりとか先延ばしにしてしまったりするっていうのは、脳がいろんなことを決定して疲れている、あるいは決定することが多すぎて結果何も決めないっていう風に判断してしまうからなんですよね。何度かジャムの実験のお話をしたことがあると思うんですけど、スーパーにジャムを置いときます。で、200種類のジャムを置いているケースっていうのは、それを選ぶ人っていうのは割合多かったけれども、結局買ったのはものすごくパーセンテージが低かったと。一方でジャムを6種類だけ置いたスーパーに関しては、選ぶ人は200種類の方と比べると少なかったけれども、買ったパーセンテージで言ったら何だったかな、5倍か10倍かだったんですね。5倍か10倍かの数、6種類のジャムだけ置いてたスーパーの方が高かったっていう話なんですよ。 3% と 30% だったかなと思うんですけどね、ということで、特にやることっていうのは朝起きてすぐやる方が脳元気、リフレッシュして元気なので集中して取り組むことができるんですよ。むしろ、夜になっていくと1日の疲れで脳も誤った判断をしやすくなってしまうんですよね。飲み会行った後にアルコールも入ってより判断力が乱れている中で、締めの一杯ラーメン行こうぜって、もう不健康だって誰が、ね、見ても分かる話なんですけど、締めの一杯これがたまんないんだよって言って、豚骨の油ギトギトのラーメンをスープまでずーっ
ていってしまうっていうようなこと、そういう判断をしてしまうわけなんですよ。だからその日一日に何をするのかっていうルールを作って、続ければ続けるほど自分にとって本当に必要な行動っていうのは一体何なのかっていうのを自動化して、要は決定するっていう意志力を使わなくても自動化して取り組み続けることができるようになりますと。だからあれこれ考えなくても体が勝手に動くようになるので、習慣作りっていうのは実はやってしまった方が楽なんですよっていうことです。それから2つ目の自分の行動は自分の意思でコントロールしているということなんですけれども、人間の1日の行動の実は半分以上っていうのは習慣でできているものなんですよ。ところが毎日の行動が習慣化されていることを重要だっていうふうに思う人が少ないっていうのもまた事実ではあるんですよね。でこれは何でかっていうと、自分の行動が習慣でできているっていうことに気づいてない人が多いんですよ。自覚がないんですよ。じゃあ実際に自分が1日とっている行動をリストアップしてみてくださいっていうふうに書いてもらったら、自分が無意識にやっていることも含めて 40% しか書き出せなかったんですね。残りの 60% 実はやっているっていうことに気づかなかったと。気づけばずっと耳たぶを触ってるとか、爪を噛んでるとか、鼻をつまむ癖があるとか、肩を動かす癖があるとかって、そういうのに気づいてなかったりするんですよね。うん、だから習慣をコントロールしていく、つまり自分が肩を動かすとかね、鼻をつまむとかっていう、そういう無意識のものはどうでもいいんですけど、運動しなくちゃいけないとか、仕事をしなくちゃいけないとか、勉強しなくちゃいけないっていうようなこと、自分が本来やらなくちゃいけないなって、やりたいな、必要だなと思うことに、習慣化をしていくためにはコントロールすることが大切ですよっていうことなんですよ。それから3つ目に、習慣を作るには強い意志が必要だっていうことなんですけれども、まあ、習慣作りの初期初めの頃っていうのは確かに意志力が強い方が有利だとは言われています。これは間違いない話なんですよ。ところが逆転の発想があって、習慣を身につけていくことによって意志の力が増していきますっていうことも言われたりしてるんですよね。今年亡くなっちゃいましたけれども、あの NBA のコビー・ブライアント、元レイカーズのスーパースターが、オフシーズンに関しては1日4ブレンを行ってたんですね。朝の4時から6時、9時から11時、1時から3時、6時から8時みたいな感じで2時間ずつの4ブレンっていうのを行ってたんですよ。はい、でこれはシーズン中では回数は多少変われど、あのみんながクラブに繰り出して遊びに行く中で、みんなが女の子とこう戯れに行く中で、いや俺はジムに行って練習しに行くっていうくらいの練習の鬼だったわけなんですよ。これはアイバーソンっていう同じ年の1996年のドラフトの1位ですよ。1位のアイバーソンがクラブに遊びに行く中、13位だったコービー・ブライアントは俺は練習しに行くって言って、シーズン中みんなが遊びに行く中で黙々とトレーニングに励んでいたということも残ってるんですよ。で、練習という小さな習慣っていうのをコツ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 積み重ねていった結果、 NBA のトップスターになって、あれだけの賞を獲得したりとか優勝を重ねたっていうわけなんですよね。で、そしてそうなると、もう意思とか練習とかっていうのはもともと持ってたものというよりも、習慣、要はコツ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 した練習トレーニングのおかげで俺はスーパースターになれると、そういう実力を身につけているんだっていうものが培われていったっていうことが言えるわけなんですよね。なので今言った3つっていう、習慣化するのは辛いですよとか、習慣には意志力が必要なんじゃないかとか、それから自分の行動っていうのは自分でコントロールしているもんだっていうような話だったんですけど、今言ったように実はそれは誤解ですよと、そういうものではないですよっていうお話をしましたんで、今あなた自身誤解が解けてると思います。ですんで、皆さん自身も習慣を身につけるのはごくごく簡単なことだっていうふうに思えたはずです。実際にこのメンタリストの DAIGO さんの本を読んで、習慣ってこんなに簡単に身につくものなんだなっていうことが私自身も分かりましたし、実際に去年の10月からずっと筋トレを続けてるんですよ。で、もっとさらに前に YouTube もさらにその前の9月、だから1年前の9月からずっと続けてきてて、それが毎日更新やったりとか筋トレずっとジムに通ったりとかしてるんでね、習慣化できてるんですよ。いろんなことが今のは代表的な2つだったんですけど、他にも習慣的にやってることいろいろあるんでねっていうようなことなので、次回の動画からじゃあそれがどんな風に身についていったのかっていうことと、それからまあ本を題材にしながら一個一個のテクニックとかルールとかっていうのを紹介していきますんで、ぜひ習慣化を身につけて皆さんが目指すものに向けて、どうやって習慣化を身につけて達成していくのかっていうプロセスまで、炙り出して、でぜひ実践に取り組んでみていただけたらというふうに思っております。ということでですね、
習慣化は難しいように思えるんですけれども、あくまでルールなん でルール破る人っていないじゃないですか、スポーツであったり会社であったり、ね、でそういうルールを破らずに取り組むことができればこんなに簡単なものはないというふうに思いますので、ぜひそんな風に思っていただいてやってみていただけたらと思います。ということで次回の動画から具体的な習慣化に向けてのテクニック等をご紹介していきますので、お見逃しなくご覧いただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。はい、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。